京ヶ丘東小学校の皆さん、元気に過ごしていますか校長の西澤です。臨時休校になって1週間以上が経ちましたが、外出も今までのようにはできず、お家で過ごす時間が長くなっていることと思います。お家でどんな生活を送っていますか学校に来れなくても規則正しい生活を送っていますか 家庭学習にには順調に取り組んでいますか。皆さんに会えないのはとても寂しいですが今学校では学校再開に向けて先生方がいろいろ準備してくださっています休校中もやる気勇気元気を忘れずにいてくださいね元気な皆さんに会える日を楽しみにしています 岡東小学校校長の西澤でした。